はい、こんばんは。改めましてこんばんはです。どうも、重心さんこと臨済でございます。ですね、まあプロレスのことです。まあ今日はプロレスのことですかね。いろいろ語っていこうかななんていうユーストリームでございます。前回、まあ一応試験的ですね、マスク放送した時にはシュープロをね、こうパラパラとめくりながらやりましたけども、今日もまあ似た感じでやっていきましょうかね。はい、じゃあもうちょっと古くなっちゃいましたけど、先週のシュープロね、先週のシュープロ小島さんが、小島さんまた表紙ですよね。その前の週もね、小島さんほら両国でベルト取った週で、これか、その前ですわね。これうーんと映りますかね。ね、2週連続の表紙ね、すごいですね。先週はその、先週とかその前は両国でベルト取った時のですね。で今回はそのなんだ、インタビューが載ってるということで、また表紙ですよね。売れてますね。ね、さすが IWGP 王者ですよ。はい、じゃあまずシュープロからパラパラとちょっと振り返っていきましょう。今日は音声とか入ってますね。よかったですね。はい、行きます。まあ、表紙がね、小島さんということで、関東も、あ、関東、まあ、猪木さんの広告があったりとか、小島さんのね、ポスターで写真、グラビア、で、インタビューと。うんうん。まあ、この辺いつかね、まあ、読んでください、こういうのはね。まあね、あ、で、次のね、挑戦者をどうするかなっていうことを、ね、小島さん的には、中村とやりたいと。G1 でね、負けたからや中村とやりたい。でも新日本側は、予告で中村対後藤をやって、後藤が勝ったんでしたかね。で、なんで後藤を挑戦させたいということだったんですけども、この、まあ、記者会見でね、どうしても中村がいいと。で、実際先日のね、後楽園大会でも、あの、なんか、小島選手、内藤選手とね、シングルだったのかな。それで、試合後ですね、マイク、まあ、小島さん勝ちまして、試合後ね、マイクアピールで、ね、しんすけって言ってましたけどね。で、結局いろんな人、棚橋だとか、もちろんね、後藤も出てきたし、ね、みんな挑戦させろ、させろって。ね、あ、もちろん真壁さんもね、出てきましたよ。あの、ね、俺リマッチしようみたいな感じでね。はい。まあ、それはまた後ほど。で、ノーリミットの、ノーリミットね、いいですね、ノーリミットの、またこれもインタビューですね、インタビューがあって、はいはい。で、次、新日本はもう試合がなかったんで、この時は。次からもうノアですね、ノアのジュニアタッグリーグが始まっておりますということで、まあ、この日は、あ、そうそう。出場チームがね、いろんな、サスケさんとか、リック東郷とか、あとね、大阪の小峠原田、ね、桃の青春タッグですよね、とかね。結構いろんな、この、面白いね、組み合わせが見られますけども。で、まず、この、一番最初トップに出てるのが、リック東郷安浦の、10月15日の KO プラザですね、八王子の試合ですね。リクトが安浦の組み対小林成鈴木小太郎だったんですけども、なんとこれは安浦小川さんから安が取るというね、これなかなかちょっとね、事件でしたよね。まあね、リクト号はね、もうかなりその、かつ IWGP なんかもね巻いてたりしてあったんですけど、安がこうやってねメジャーの舞台で出るのってのは、どんぐらいぶりというか、ありましたっけね、そんなことね。いや、もちろんいい選手なんですけどね。はいはい、デラシネさん、こんばんはです。はい、やっております。でね、まあ、ヤスが勝ったという試合。その次が、外国人チームですね。ロデリック・ストロングと、エディ・エドワーズ、ね、ROHの、が、またノアズを破ったというね、ケンタから取ったという。ノアゼどうしたんだろうというね、記事から始まって。桃の青春も取ったのかな、平根か、現場から取ったんでね。金丸現場組。ね。で、中島、ケンスコフィス組対石森くんたちは、マルビンですね。は引き分けと。
はい、そうです。今日髪の毛ですね。また後ほど順番に話しますが、コラケン大会でね、ライガーさん白バージョンということで、私もちょっと白くなりました。はい。発言もね、どんどん拾ってきますんで、宮尾の問題作、宮尾さんってんですか、その作られてる方、島さん、島スポーツさんって宮尾さんってんですか、違う人なのかな、よく分かりませんけど、でまあいろいろあってね、豪君やら何やら健介、これ健介オフィスですね。健介はノアが終わって健介オフィス、健介オフィスは大阪大会ですかね、あったのがもうかなりまたね、お客さんが入ってるという。健介オフィスは結構そのまああそこがインディーかっていうとまたちょっとなんかね違うんですけどもね、地方も結構打って出てるし、行くたんびに結構入ってますよね。またねノアよりも入ってんじゃないかなこれな、ね、みんなこっちでノアやらないのにね、もうね、はい、移動ね、まあ、ケンスケオフィス、ね、大盛況。そして、ミルマスカラスの、仮面貴族フェスタ、これ、両国と同じ11日に、新木場で行われたというね。ね、はやぶささんもいらっしゃる、天竜さん、はやぶささん。ね、あと、マスカラス、ね、仮面貴族ですよ。仮面貴族、そっちかな。はい。マスカラス、野沢工業、8日の野沢ボンバイへにね、来られて、で、そのまんまこっちにも参戦ということで、参戦というか、こちらは自分の工業ですね、マスカラスの工業。あ、会場にも、新規模の会場にも、こうね、マスカラスのマスクをつけた、これ子供ですかね、これなんか何人かこういらしてますね、いいですね、こういうのね。ね、こういう。こういうね、いいですね、こういう光景ね。で、コラケなんかでもね、こういう人増えればいいんですけどね。で、マスカラスがあって、DDT ですね。DDT は何があったのかな。あ、ロビンさんと、マイケルのあの試合があったんですね。外国人の方ですかね。Show some wrestling move。ここでレスリングしようってことですかね。ちょっとここ狭いんでね、ちょっと難しいんですけど、宮尾さんって記事を書いた人ね。なんで私のマスク、ライガーさんのマスクの話じゃないのね。宮尾さんってんだ。ああ、なるほどね。もう私なんかだとね、よくまあ行くのが新日本なんでね、ね、ユーザーさんとかよくお見かけして存じてるんですけども、なかなか他のところまでは、あ、記事までそんな深く読んでないですが、そういう、うんうん、どういう、あ、安小太郎、小川小太郎の記事で、うんうん、やっぱりノアに対してこういう風に書いたらやっぱりまずいってことなんですかね。はい、まあまあまあ、まあその辺はあれでまた続けますね。で新木場ね、ロビンさんと空手キッドが出て、でなんだっけ、3分3ラウンドで大ゼロ試合的なので、空手キッド、ロビンさんのそのヨーロッパ時代の2ラウンド目が何ロビンさんだったのかな。で村田さんがねコーラを持ってきて助けて、その終了後の3ラウンド目でねデスティニーで決めたと。DXR ね、私はよく聞いてる村田春夫さんと鈴木健さんのウェブラジオでもこのまたやってましたね。ロビンさんのね、いいですね、ロビンさんのね、この味のあるしょっぱさというんですかね、私は大好きですけど。はい。で、チェリーボムさんという外国人の女子の方の記事があって、ネオに出るんですかね、よくわかんないですけど、でいろんな読み物ね、白黒が続きます。ね。ね、ドラゴンノートとかね。
あ、海援隊道場ここに載ってますね、白黒ページ、海援隊道場の、私これ見に行きまして、この後ろにねカラーの方でもね載ってるんですけど、ストロング系の、タッグの試合、チャンピオンが今、ひろき選手と真下健吾選手で挑んだのが、まあ、マリンズマスク、ね、とタイガースマスク、これ野球タッグですね、大阪のタイガースマスク、あと千葉のマリンズマスク、まあ、野球対決だったんですけども、やっぱ真下広樹組は強いですね。真下広樹組、広樹さんとはね何度かお食事でご一緒したりとかしたことあるんですけど、まあ、これプチ情報ですね、広樹さんの好きな野球選手は岡崎と、巨人の岡崎です。はい、これ豆知識です。中学校までは野球少年だったらしくですね、結構その高校からそのいろんな推薦でね野球来てくれみたいなのがあったらしいんですけど、やっぱり自分プロレスやりたいということでレスリングやるために、まあそういう道を選んだということらしいですね。はい、広樹選手で、あと海援隊ですね。海援隊、あの船木と高道之の、あの WWF でやってたね、海援隊ですよ。と、滝沢大志、カジトマトね、一戦ありまして、まあ海援隊ね、海援隊道場でこの2人が組むのを、まあ、久しぶりというか、あんまり記憶ないんですけど、まあ船木さんがね、WWE でお仕事されてたんで、なかなかね、なかったんですけど、まあやっぱり、まあ、何がこの試合面白かったかというと、滝友のがね、その海援隊のあの2人と、まあもうほとんど普通ね、ああいうベテランと試合すると上から目線の試合になるんですけど、まあなんていうか同等のね試合をしていたというかね、と滝友もそれだけ成長したんだなっていうのをね感じましたね。でまあタカさんはねもう膝も悪くて、まあさほども動けなくなっちゃってるんですけども、まあ、やっぱり受けに関してはまあさすがに見せ方を知ってるなっていうのは感じましたね。まあ船木さんもねそうですけど、やっぱり、まあ、体力はもうもちろんねベテランですので落ちてきてるんでしょうけど、やっぱり見せ方においてはねまだまだ勉強になるところあると思うんですよね。その肉体だとかはね確かに見た目とかはねあるのかもしれないですけど、そういう見せ、あの細かいムーブのね技術をねはあると思うんです。はい、で大橋選手のインタビューがあって、次がですね、プロレスのプロレス界で働く人々っていう、これはあのプロレスの裏方さんをご紹介するコーナーなんですけども、今回がですね新日本プロレスの阿部武さん、阿部さんですね。はい、阿部武さん見えますかね。はい、こういう人がまあ新日本プロレスにいるよという、見えてるかな。はい、このちょっとなんか樽さんの弟みたいな人ですけど、はいね、まあこのなんか長髪にメガネのねちょっと、まあ、いかついというかね、樽さんのね偽物みたいな人ですけど、この阿部さん、まあぶっちゃけるとこれはいいのかな、ガオス、ガオですよねこれね、ガオ、ガオってあのツイッターでよくねおなじみのガオ、なんだ1号かな確か、存じないですかね、有名でもないのかなその話は。うん、でまあ阿部さんこのコンテンツ事業部ね、ということで、まあなんでねこの人がガオなのかなって私が思うようになったのは、実はその私を、まあ、前から知ってくれてる人はまあ分かると思うんですけど、東京ゲームショーというところに私は毎年このライガーの格好で行ってるんですけども、今年の東京ゲームショーですね、なんだ鉄拳ってありますよね、あの鉄拳っていうゲーム、ナムコさんが出してる格闘ゲームなんですけど、そのねあの平八っていうキャラとあのライオンマークの T シャツのコラボ、新日本のコラボ T シャツを出したんですよ、ね、そのゲーム会社とコラボして、で、その、まあ、物販のスペースでその新日本、クロス鉄拳のコラボ T シャツも販売したんですね。なんで、まあ、新日本も関わってるということで、この阿部さんもいらっしゃったらしいんですよ、その東京ゲームショーに。あ、いらっしゃった、阿部さんもいらっしゃったんですよ。で
私がですね、ちょうどゲームセンター CX というあの番組ありますよね。あの有野さんがこう昔ねファミコンとかのゲームに挑むっていうあの番組ですね。あの番組私好きなもんで、東京ゲームショウのそこ、ゲームセンター CX のブースがあるんですよ。物販のブースがあって、そこにあの番組に出演してるね AD とかがうろちょろねそうしてるんですけど、そこにあの井上さんっていうイノコマックスですね、彼はあの学プロを昔やってて、で去年 の、 あのゲームセンター CX の24時間放送の時にあの井上の挑戦っていうこう短い V のをあの新日本の野毛の道場でロケやったんですよ。野毛の道場で、でその縁があって、まあ、新日本さんとその、ゲームセンター CX さんは、まあ、縁があったんですけど、で安倍さんも多分その時お会い井上さんとかにお会いしてるんで、ロケに来たね、お会いしてるんで挨拶したんですよ、その井上さんとね。たまたま私が近くにいる時にその井上さんとこの安倍さんが挨拶してて、でなんかこっち見てなんかニヤニヤしてる人がいるなと思ったんですよ。井上さんがなんかいますよみたいな感じでこっち指さしてて、でこの安倍さんがなんとおーみたいな感じで、で、その日のもう後かな、ツイッターでガオがあの東京ゲームショー行ってきたと、ガオのつぶやきツイッターでね、で、ガオが行ってきたと。でね、そのライオンマークの T シャツ着てる人なんかもねゲームショーにはいたり、あとライガンのねマスクをつけてる人がいたなんていうねつぶやきがあったんですよ。ああはあはあと、そうそう、でそれがあの CX に挨拶に行った時のなんか出来事みたいなんで書いてあったんで、私ピンときたというか、あもしかしてじゃああの人がガオなのかなってね思い始めて、いろんなとこ調べたり、まあ、こういうのを見たして、あなんだこの人ガオだったんだっていうようなね、そうそう、普通にね新日本工業行けばなんか見る顔なんでね、ということでまあガオじゃないのっていうぐらいにしといた方がいいかなまあはい、ガオと私のエピソードでした。その時のつぶやきだとかはね、トゥゲッターだよね、あの つぶやきをまとめるあれのね、なんか私が作ったその東京ゲームショウの私のまとめの中に入っておりますので、それがね今出せばいいのかな、ありまして、ちょっと待ってくださいね、東京ゲームショーで1日、まあの私の1日のまあいろんな人が私に書いてつぶやいたりとか私のつぶやきとかとまとめられてるのがあります。これ見れますかね、リンク出てますかね、意外とガオのことは知られてなかったですかね。まあここにまあいろんな人のつぶやきのまとめがあるんで、まあまあ後で見てください。はいはい、以上ね、ここはガオは以上で、で次はいろんな人のコラムね、食いしん坊さんとかバンビさんとかコラムがあって、必殺技解説っていうコーナーは写真のコーナーですね、いろんな必殺技の解説のコーナー、まあ写真なんで、まあ、これねお見せしてもしょうがないんで、これは本で見てください。焦点回とかね、後藤博樹焦点ね、よく焦点っていうのをね、こう技の名前しようと思いますよね。焦点って言ったらね、大体ほらこっち側からしたら、あ、歌丸さんとかね、そういう風になっちゃいますけどね。まあまあ、いいでしょう。で、ゴーフラッシャー。ね、ゴー君の、塩崎さんでしたね。これね、びっくりしたのが、あの、アニメの、ゴー将軍。戦国魔人、ゴー将軍の必殺技の名前なんですってね。そっから取ったんですってね。まあ、ゴーがつくからですけど。ねえ、ゴー将軍っつったら私は見たこともないですし、そのスパロボに出てたなぐらい、私スパロボやんないんで、よく詳しく分かんないですけど、スパロボに出てたなぐらいの、ねえ、感じでしか存じませんが。ねえ、ゴー将軍の技だったと、ゴーフラッシャーとかね。いや、もちろん、こういう技ではないんでしょうけどね、そのね、ゴー将軍が使う、ねえ、ゴーフラッシャーは。まあ、ゴー君のゴーフラッシャーね。で、カズハヤセルのパワープラント。パワープラントってあのね、WCW の、育成団体の名前ですよね。ああ、本当に書いてあった、書いてあった。で、それを名前にしたと。パワープラントね。WCW。ソル・ナシエンテ。ドラゲン・ヨシノですね。
で、デスロール中島克彦のねキックですね、ニールキックです。で走馬灯ね、走馬灯ですよ、走馬灯を鍛えてるから原島選手ね、まあ膝蹴りというか、で、ありまして、でまあまた白黒が続いて投稿のコーナーだとかいろいろあって、で全日本プロレスですね、全日本プロレスがこれ広島の試合、全日本プロレスはですね、もう24日だから、昨日ですか、昨日ね横浜分隊でねビッグマッチがあって、まあいろいろ動きがあったみたいですけど、まあ動きというかね、まあそれに向けてのまあ試合ですよね、全部ね。この三冠戦がある諏訪間選手、船木選手、これは諏訪間選手が防衛したんだな、ね、すごいですよね。まあ船木がねとっても面白いかっただろうし、その船木から守ったっていうね諏訪間もまた良かったんでしょうけど、でこれ次がですねまた面白い写真が、ですね、なんと武藤さんがレフリーデビューというね、武藤さん、武藤さんはねジュニア、世界ジュニアに挑戦ということで減量中で、そっちも頑張ったのにさらにレフリーでもできた、なんかかっこいいですねやっぱ武藤さんね、はい、レフリーデビュー、これはですね、あの村山大地レフリー、元ね前場とかやってた、ゼロワンとか見ましたね、村山レフリーが、膝の負傷でまあリハビリ中で、まあ巡業にはついてってみたいですけどね、ということで和田さんとボンバー斉藤、和田恭平さんとボンバー斉藤さんの2名で分担してやってたんですけども、まあ、あのちょっと斉藤レフリーがちょっと、ね、発熱で欠場と、で恭平さんも1人でさばくのもさすがに大変ということで、あの武藤さんが見かねて、俺やりますよとということで急遽やったみたいね、珍しい。これはどこの試合、これ広島の試合です ね、見れた人はなんか珍しいもの見てラッキーでしたよね。で、タッグですね、喧騒とかデュプリとかですねがあって、で終わってドラゲーですね、ドラゲーもまあドラゲーね、こういちいち口で返すのはちょっとなかなか難しいんですが、まあドラゲーもね、はい、こういう色ね、はい、まあいろいろありましたということで、まあちょっと割愛ちょっとね時間都合で、はい、でね、まあ次が11月23日来月ですね、オープンザドリームゲートで、吉野に挑むのはシーマですよということで写真が載ってます、はい、載ってますね。でですね、でいろいろ、あ、ゼロワンの興行、連続の興行だったのかな、ゼロワンが3興行やったんですかね、新木場で3連戦で、初日がまず、日高選手と蔡選手プロデュースの、ミッドブレスナイト、これ行われました。ミッドブレスね、ミッドブレス皆さん存じてますかね、ミッドブレス、ミッドプレスというのはですね、どこかな、一番あれは東京の初台、初台というと新宿から京王線でちょろっていったところですけども、クラシック好きな人なんかね、新国立劇場なんかね、あるとか、オペラあるとかですね、ありますけども、そのミッドプレスだから、日高選手とかミッドプレスで練習してるんですよね。そのミッドプレスの、練習してる人とか関係者とかを勢ぞろいさせて始めた大会ということで、これが先ほどの海援隊道場と同じ17日だったんですよね。で、まあ私のまあその先生でもあります山形優先生、海援隊道場、もうですねミッドプレスで練習してる選手の一人なんですけども、まあちょっと時間的にはかぶってないんですが、まあちょっとコラケンの後にちょっと出れないということで、代わりにですね、その、まあ、ちょっと出れないということで、あのミッドベースの攻撃なんだけど出れないということで、お断りしたんですね。ということで、その日空いていた山形選手の、
そのトレーニングパートナーですね、元海援隊道場の中川智香選手ですね、智香選手が代わりに出場しております。はい、中川選手もね、その、まあ、山川選手の縁で何度かちょっとお会いしたことあるんですがね、いい方ですよね。はい、でそれが初日ミッドプレス、その2日目が佐藤浩平と、神風のプロデュース酔いどれナイト、はい、酔いどれナイトね、こちら、はい、何がどう酔いどれなんですかね。あ、居酒屋ゼロワンなんていうのもね出たりとか、まあお酒に関するあれだとか、酔っ払いながら試合したりとか、で長野選手、長野というかあの田中、高木三四郎のブラジャー長野じゃなくて、これはなんだっけ、長野三四郎かだっけな、も出たんですよね。で、3日目が斉藤選手のアタックフォーザネクスト、ジェネレーションかなっていう大会、これは次世代と上の世代の対マンの4番勝負ということでね、こういうありました。はい、で次のページですかね、これで0番終わりで、次がこれ大日本プロレスですね、この画鋲、画鋲ですよ、画鋲。これは先ほど長も出てますけど、海援隊道場の後楽園が昼にあって、夜にこの大日本があったんですね。だからその日の海援隊道場の興行も、普段だったらちゃんと海援隊道場のリング運んでやるんですけど、その日はですね、大日本のリングをお借りしてやってましたね、海援隊道場興行も、まあ、昼夜だったんでね。でそこで行われたのが、これメインですかね、糸龍寺対、チャンピオンですね、大日本、BJW 認定デスマッチヘビー級選手権、デスマッチ3大アイテム蛍光灯&ガラスボード&画鋲マッチ、画鋲49,205個デスマッチというね、これいろんな人から募集したんですよね、画鋲ください的なねことでね。そしたらまあこんなうどいだと、で挑戦者がユニオンの石川選手、石川修司ね。またねこの後楽もお客さん入ったんですってね。海援隊道場が昼12時からで、まあ海援隊道場は正直そんなに お客さんの入る団体じゃないんで、600人ぐらいだったかな、なんてかなったな、まあそんぐらい でこっちは満員ですよ、さすがですよね。まあね、営業力の差というか、まあ人気の、単純にね人気の差というか、まあ、ちょっと海援隊道場のファンからすると、まあね DDT 大日本とちょっとね差をつけられちゃってるかなというのはあるんですが、で大日本でまあいろいろありましたと。はい、で、次もう一回海援隊道場ね、その昼間の試合、人気ユニットでありました、日野選手をね中心にやったオメガというユニットがあったんですけども、オメガがこの興行をもって解散という、まあそういう興行だったんですね。普段だったら海援隊道場の後楽園というと、こうタイトルマッチがずらずらっと並んで、こうなんていうんですかね、こう勝ち負けにこだわった試合が並ぶというかね、結局ほらプロレスってなんていうか、まあ勝ち負けもあるんだけど、そのやっぱ試合で見せた方ね、あの勝負に勝って試合に負けたみたいなね、違うか、試合に勝って勝負に負けたとかね、まあそういうところありますけどね、タイトルマッチって言ったらもう本当に勝ち負け、ベルトの移動、ベルトはね全てなんでね、まあそういう試合が普段は並ぶんですけども、この日はそのさっき あの船木高のね海援隊の復活と、このオメガの解散でとか、そういうちょっとあの普段と違う興行でしたね。でオメガが解散して、で先週の土曜からだからその新体制の海援隊道場が始まったんですけども、どうなったんですかね、ちょっと私実家行ってチェックしてないんですが、まあまあその辺は後々で、その次道の駅プロレスですね。タッグずっとね、あのクーロンが独占した状態だったんですけども、とうとうヤッペーマンが、あのヤッペーマンですね、ベルトを取ったと。ちょっとヤッペーマンじゃもうなくなっちゃってますけど、まあ中の人名前は言いませんが有名ですね、はいね、 SOS とか、はい、まあヤッペーマンがベルト取ったと。やりましたねヤッペーマン、まあ、まあぶっちゃけそうヤッターマンですよね。あの入場曲もあの山本正幸先生のヤッターマンの歌をそのまんま使ってるんですよね。今もそうなのかな。
私が生で見たのも1年前、12月、去年の12月のね、後楽園大会なんで、もう随分間空いてやってますけど、私、山本正幸さん、そのヤッターマンの歌とか、あと、今ね、日本シリーズ出ます、中日ドラゴンズの、燃えよドラゴンズ、いいぞ、頑張れ、ドラゴンズってやつですね。あれ、坂東さんがね、昔レコードで出した。まあ、今でも、会場でも使われてますし、CD も出てますけども、新しいやつでね。その山本雅之先生が、まあ、ちょっと結構好きでですね、あ、確かあれだったかな、カナ選手も好きだって言ってたな。カナ選手はゼンダライオンの歌が好きだって言ってね、ゼンダライオンって、ゼンダアクダ、ゼンダアクダってね、あれですけど、ゼンダマンのね、ゼンダライオンっていう、ライオンのキャラの。まあまあカナ選手はいいんですけど、それが好きで、このヤッペーマンっていうのもね、なんとなくちょっと気になってて、私の動画の中でもね、ヤッペーマンの歌を歌ったなんていうね動画もありますんで、まあよろしかったら見てください。でまあ、あとは宇宙大戦争に向けてのサスケさん、まあロックね、K45 をサスケバンドに入れるとか入れないとか、そういうやつとかね、いろいろあって、で道のくが終わって、次ですね、 WWE、前回お伝えしましたね、ポール・ベアラーが復活したよっていうね、のをお伝えしました。お伝えしたのはマッシュープロですけども。ね、昔ね、アンダーテイカーの小壺持ったね、なんか妙なおじさんですけども、テイカーについたのかなと思ったら、なんと今度は権威についてしまった。裏切っちゃったんですね。権威の方についちゃった。権威の方ね。で、これは、ヘルインアセルなんで、ペーパービューですね。テイカーを裏切って、試合の最中にポール・ベアラーが入ってきて、何やら骨壺から光を見せてら、テイカーがやられちゃったという、もう素晴らしいですね、素晴らしいの一言、こういうのがいいですね、こういうのどんどんやればいいな、これ光を受けたことが肺の原因になったと、ポール・ベアラーいいですね。あと、シーナ、ジョン・シーナーがなんとネクサス入りと、ジョン・シーナ対ウェイト・バレットのシングルマッチ、これは、シーナが勝てばバレット離脱する、ネクサスが解散で、バレットが勝てばシーナがネクサス入りということで、なんと、シーナがネクサス入りということでね、はい、まあ、これテレビから比べたらもうだいぶ遅れてるんでね、 WWE ご覧の皆さんみんな、存じてますっていう感じだと思うんですけど、はい、遅れてないのかな、同じぐらいなのかな、よくわかんない。はい。で、最後を飾るのはハッスルですね。まあ、ハッスル。まあ、崩壊後のハッスルのことは私はよくわからないんですが、こんなことがあったよと。はい。はい、でした。ああ、録画で見るとね、ダブルダブル遅れてると。で、一番最後は内藤選手の、ロープから飛んでくる技ですかね、これ。相手を首投げで倒して、武藤さんのフラッシングエルボーみたいにこうロープに行って、そっからなんかこう飛ぶっていうあの技ですよね、の写真。ね。まあ、内藤選手はどことなく、オレンジ時代の武藤選手を彷彿させるような、なんかこう天然さというか、天然ものというか、跳躍力がありますよね。はい、なとこでシュープロ以上でした。シュープロね、はい、シュープロこれですね、プロレスがいろいろ動いてますね、はいはい、その間、シュープロは以上で、で、前回15日からですね、現在までで、まあいろいろ私も観戦行きまして、まず一番、それを順番に追ってきますけども、最初にですね訪れたのが、最初というか海援隊の後楽園大会ですね、写真をいくつか見ていきましょうかね。はい、こちら行きましたかね。はい、これグレートサスケさんですよね。この日のサスケさんは、暴走ボーイライト対、バンビ対、ザ・グレート・サスケというこの何ていうの、三つどもえというか3人マッチですよね。
で、サスケさんっていうのは昔からこう海援隊道場出る時はこのバンビ様と、構想因縁がありまして、この日もまあ何て言うんですかね、自ら手にこう紐をかけて、あと口もね紐をかけての登場ということで、なかなかおかしなサスケワールドでしたけど、まあサスケさんはね、このガチのガチというかその見せる試合もできるし、こういうおかしなこともするし、すごいですよね。まあ基本おかしい人だと思うんですけども、もう大好きですねそういうところ。はい、で次が、あ、これ船木選手ですね。この後ろ姿は梶トマト選手、さっきもねこれはシェプロのとこでも話しましたけど、まあ船木選手、私生でこの船木選手見るの初めてですかね。 WWE 時代も多分スマックダウンも確か私見てないような気がするな。たまたまあと見たけど休んでる時とか。よく、まあローのが好きだったんでね。来日公演、両方来た時ローに行ったりとかしたりして。それは船木選手ですね。うん、船木選手その前どこでしたっけ、バトラーズでしたっけね。その頃のバトラーズもさすがに知らないですし。はい。これ、ヒロキ選手ですね。岡崎がね好きな選手だという広木選手、ベルトを防衛しまして、まあベルト掲げてるところですね。マシモ選手ちょっと目線みたいに入ってますけど、はい、おめでとうということで、いい顔しますね。たまに広木選手の顔がねロック様に見えるんですよね。あの眉毛がね片方だけ上がるんですよ彼も、まあ、本人に言ったらね、あ、わかりますかなんて言ってて、まあ本人も意識 してるというか、まあ眉毛が上がるっていうことは意識してみたいですね。前が上がっちゃうんですよって言ってました、オメガがラストということで、みんなでね、バンビさんなんかね、これちょっと写真消えちゃってますけど、もうね泣いちゃってますよ、みんな涙でしたね。はい、これでカウンター以上ですかね。で次がこちら、はい、こちらですね。これは金曜日、先週金曜日、22日の後楽園ですけども、ライガーさん、11日の、11日の両国の時は、私見に、まあちょっと北海道に行ってたんで見れなかったんですけど、ね、黒いふさふさで登場したんですが、この日はなんと白ということで。私もうそんな、ね、もう黒で来るもんだと思ってたから、私も普通に黒で来たんですけども、なんと白で登場と。でそれで今ね急遽ですけども、私もねほら白くなる、まあちょっとライガーさんとはまたちょっと質感が違うんですが、で私もそれで白くなってるわけです。はい、私が白いわけはそんなわけですね。やっとここで説明できました。30ページが経ってたね。はい、続けますね。この白ライガー、まあなんていうかこの赤い顔にこの白い毛ってのは何ていうんですかね、天狗というかなんか生ハゲ的な、まあ、ハゲとか言っちゃいけませんが、ですよね。はい、私もそうですけども、あとは何でしょう、このメガロマンとか、あとはなんだゴッドマンとかね、ああいう感じですよね。どうなんですかねこのライガーさん、まあ見慣れないっていうのが一番なんでしょうけどね。まあその鬼とか、まあ、そういうカラーリングとしてはこの白っていうのはあると思うんですけど、あの本当の長い号のあの本当の重心ライガーってこんな色じゃないんですよね。やるならやっぱりね金髪とか、そきうんとちょっとオレンジ系とかそういうんだと思うんですけどね。まあもちろんその重心サンダーライガーっていうのはね、もうね、彼のものになっちゃってるんでね、その元のライガーを意識することもないんですけどね。はい、で次ですね、次画面変えます。はい、でライガーさんがいて、小島選手もね来てましたね。これがさっきちょっと言ってましたけど、挑戦者はこの新助とやるんだっていうことでね、まあ、前からアピールしてました。この日の後楽園ですね、満員ってほどもねお客さんいませんで、どんぐらいいたのかな、まあ7、8割型の入りでね、この辺なんかもね、空いてますね。南は結構空いてました。当日券でもね、全然見に来れた大会だと思います。はい。で、あ、これがですね、ちょっと、これは新日本からちょっと拝借した写真なんですが、その22日の翌日、これ私見に行ったわけじゃないんですけども、23日はザマ大会、
ザマの米軍基地ですね、米軍基地で年に1回行われている大会があるんですけども、そこで行われた大会で、この日はなんとアカライガーですね、アカライガーで登場。これこそまさに鬼ですね、歌舞伎の形相というか、アキラさんと、ね、組む時なんかこれでいいんじゃないですかね。はい、ザマ大会なかなかちょっとあの拡大しましたね、見えますかね、アカライガーですね。マシンさんもちょっと色合いが、ね、USA カラーですかね。まあタイガーマスクはいつも通りですけど、アカライガーなかなかまた、まあこの服がね、ここ白なんで入るんですけど、マスク赤同士なんでね、どうなんですかね。まあまあなかなか見慣れないので、その辺もね、アカライガー、はい、ああそうです、隣マシンさんですね。ああ白獅子仮面ですね、はい。でそれがザマ大会、ザマ大会は私見に行ってないんですけども、そんなに一般的にチケットが出ないですよね。前売りでちょろっと出るのと、あとはその米軍の関係者の方に出回るらしくて、ちょっともう前々から見に行こうと思ってる人しかちょっと行けないような大会ですよね。ちょっとフラーっと行こうという、私ですね、今ここは千葉県からお送りしておりますけども、まあ、それで海援隊道場が好きなんですが、それより以前はですね、あの神奈川県に住んでまして、学生時代なんかね、厚木にいたんで、もうザマなんか隣だったんですよね。だからこのザマキャンプの中は行ったことないんですけど、そのね、近くを通ったりしたことがあって、ね、米軍の基地なんかどうなってるのかななんて思ったりはしたことあるんですけど、だからいつかはね、この大会、まあこの大会でなくても米軍の基地に入る機会がなんかあるんですけども、お祭りみたいなのでね、行ってみたいななんて思ってるんですけどね、はい。でザマ大会はまあ一応そのアカライガーが見せたかったんで、ちょっと写真を拾ってきたんですけども、はい、次いきますね。アカライガーでした。で、ザマはこれ1枚で、次がもうこれはですね、次からこれはあの土曜、日曜日、昨日ですねの、魚沼大会ということでね、これもその会場のほんの近くなんですけど、もうこういう魚沼なんでね、もうすぐ近くは田んぼなんですね。まあ、魚沼といえばね、魚沼産コシヒカリっていうのはもう新潟県の誇りでございます。今年ちょっとあの米の品質が良くないなんつってニュースやってますけどね、不作、まあそういう量的な不作じゃないですけど、質がちょっと悪いね、あの猛暑によって良くなかったのとか言われてる田んぼですね。小出の田んぼ、魚沼の田んぼです。で、これがその行われた、小出郷総合体育館っていうね、そこです。もうこの会場のすぐ隣にももう、こう畑なんかがあるね。ああ、とてものどかでいいとこですね。これはちなみに、そうですね。なんでこの新潟県の大会に私が行ってるかと言いますと、私、新潟県の出身なんですね。生まれは新潟県の長岡市でございます。いますかね、新潟の人見てますかね。ということで、ここはですね、うちのその地元、実家からですね、まあ車で1時間ぐらいですかね、来たところなんですけども、まあ新潟県で、試合があるときは、まあ行ってみようかな、なんてことで足を運んでるわけなんですね。はい。で、あ、おなじみ、新日バスですね。ね、体育館とか止まってましたよ。で、会場ももうこんな感じの体育館ですね、もう。まあ特に、あの、変哲もないんですけど、はい。会場の中はこんな感じです。で発表では一応2000何百人入ったりとか書いてありましたけどね、まあ、2000どんぐらいいたんですかね、本当に。でも結構ね、その用意されてた客席は埋まってましたね。これはまあ試合開始前なんで、まだちょっとまばらですけど、こんな感じの会場、もう本当に普通の体育館ですね、学校の体育館みたいなとこですよ、ちょっと大きめのね、はい、ありましたと。で、この日のライガーさんはまた白で、白、赤、白で来ましたね。開幕戦白で来て、次赤を挟んでの白。ただね、これ、さっきの白はもうちょっとなんかサラサラしたり、これなんかかなりゴワゴワですよね、これね。これだとまたなんか、本当に鬼の形相というか、これなんか和風ですよね。ねえ、この、何なんですかね。何種類もあるんですかね、このライガーマスクっていうのは。はい。まあ、
それから選択してね、ゴワゴワになっちゃったかね、どっちかですけどね。この角の周りまでも毛が生えちゃってるんですね、これね。さっきのやつもそうでしたっけ？さっきの。あ、さっきの、やっぱマスク、もう完全に違うマスクですよね。これほら、角の周りとか、生えてる、もう生えてる場所違いますもんね。このバージョンと、その、赤ライガーは？赤ライガーも角の周り生えてますね。はあはあはあ。これって、もう全然違う、選択してゴワゴワになったんじゃないんですね。もう完全に別マスクなんですね、これね。へぇー。まあ、これ魚沼のライガーさんです。この日は第2試合でしたかね。まあ、メキシカンと組んで、タイガーマスク、金本浩二、井上航との戦いでした。はい。そう、あの、開幕戦の時のね、マスクならまだ、こっちの白ライガーでもなんとなく違和感は、まあ、ゴワゴワ、選択でゴワゴワじゃないですよね。ね、開幕戦の時のマスクならね、まだこれでもなんか白ライガーと実用するんですけど、あのゴワゴワは、もう、ファーみたいな、ああいう襟巻きとかね、コートとかについてる、ああいう素材ですよね。だからこういう髪、これはもう、パーティーグッズで売ってるようなカツラですんで、髪の毛ですよね、いわゆる。でも違いますよね。ねえ、ほんと愛子される困りますけどね。もうだからその、だから3大会全部違うバージョンで来てるってことでね。次は何で来るのかな。あ、そこは田んぼプロスやるんですかね、DHT のね。新潟でぜひやってほしいですね。こう今までずっとゲストさんの発言がない、ゲストを有効にしてなかったっけな。今ちょっと入れますね。はい。なってんのかな？ゲストの方は発言がないだけかな？ゲストの方も一応発言できるようになってると思うんですけども、どうですかね。まあいいか。はい、続けますね。ちょっと待ってくださいね。はいはい。あ、地毛ですか。ライガーさんの地毛ですかね。ですね。まあ、ちょっと続けますね。また後ほどその話しますね。続けまして、まあ、その試合があった。試合があったということでね。こっちかな。はい、出ましたかね。でライガーさんですね。でこれは私です、この日が初登場のね、この日は、ちょっと、うちの家族ですね、妹とちょっと観戦に行きまして、妹に撮ってもらってるんですけども、白ライガー、ね、私の白重心さんですね、初登場ということで、この日もすごかったですね、会場に行くと、まあどういう気持ちで私に寄ってきてるのか分かんないですけど、とにかくまあ写真撮ってくれるとかね、いろいろあるんですけどもね、質問だよって言ってるんですけどね。はい、ありまして、こんな感じと、はい、これ休憩中ですね、はい、白ライガーで、その後ですね、この、こっからすごいんですけど、その魚沼大会の終了後に、選手との交流会というのがありまして、こうやってですね、まあ、ちょっとした、これはさっきの体育館とは別の会場なんですけど、隣の、ちょっとまたその役所の施設ですね、ちょっとした、なんていうか、広場というか、会議室みたいなところに、ステージのあるところですね、まあ、旅館でいうと宴会場みたいなところですかね、まあ、畳敷きではないんですけども、そこにそうなんですよ、この日ね、やっぱり田舎の人、なかなかノリノリからいましたね、ストロングマシンとか、タイガーマスクとか結構いましたね。ただまあ皆さん、まあまあ私から言わすともまだまだですよね、うん、まあまあそれはいいんですけども、
でそこの選手の交流会に参加されたのが、右からですね、田口選手ですね。でこれ重心サンダーライガーですね。で井上渉、で永田選手に後藤博樹選手、アラムシャですね。で棚橋、みんなの間棚橋棚ですね、が参加されまして、いろんなそのトークだとかいろんな質問なんかがあったりして、であとゲーム大会ですね、じゃんけんしたり、丸バツクイズ、選手の出す丸バツクイズですね、あったり、抽選会ですね、まあいろんなそのじゃんけんに勝てばやっぱりその何だったかな、じゃんけん、まず丸バツクイズが最初で、丸バツクイズに勝ったら正義軍特製手ぬぐいというね、オリジナルの、これ売ってるのかな、売ってないんですかね、正義軍手ぬぐいというのがもらえるというのがあって、でその次の丸バツの後がじゃんけん、じゃんけんは、G1 クライマックスの、ボトルホルダー、ペットボトルの入れ物ですね、がもらえたと。これってそうですね、売ってたのかな、まあどっちももらえなかったんですけど。で最後にいろんな、この会場に入るにあたっていろんなそのパスですねもらって、そこに番号が振ってあったんですけども、そのパスの番号による抽選会があって、でこれは各選手何だったかな、これがね、あの飲み物のクアーズライト、新日本のスポンサーですね、あのなんかビールみたいなあれのと、新日本プロレスのコラボ T シャツ、新作ですらしいですね、これはプレゼントされたんですね。はい、でまあ全部私敗退したんで何ももらえなかったんですけど、まあ、そんなゲーム大会があって、であと選手と歓談する時間があったんですね。はい、もう選手が降りてきてですね、もう近くまで来てくるんですよ。でそこでもうみんなサインだとか握手だとか写真だとかね、もう行列になって、まあ、これ永田さんですね。あ、その会場はですね、あのこの飲み物だとかあの料理だとかがね、こう自由にかあのなんていうんですかね、立食形式というかなってましてね、みんなお酒なんか進んだりするんですけどね、永田選手ですね。はい、永田選手なんかこう永田選手座っちゃうとこうなんかねおじいちゃんのお見舞いみたいになっちゃってますけどね。はい、永田選手後ろにはこのストロングマシンのね人がいますね。はい、マスクはですね、私これ付け替えまして、お食事ができるようにこの口の開いたヘビー級バージョン、昔 G1 に出たりした時のね、ライブ、あの鈴木みのる戦もこのマスクでしたね、パンクラスに出た時のヘビー級用の。はい、さすがにね、よくまあいろんな会場ね、こっちのマスクでね行けたらいいんでしょうけど、なかなかこれ口が開いてないんですよね、口が開いてなくて、だから飲食が一切できないんですよね。だからここに入るもんだったら、なんだストローがある飲み物だとかね飲めるんですけど、ちょっと飲食難しいんで、まあ、あのマスク、あのね口の開いてる方の角のないヘビー級バージョンのねマスクにしてます。永田さんね、貫禄がありすぎちゃったんですかね、なんか車椅子かおじいちゃんのどっちかですよね、これね。はい、永田さんです。この辺はもうすでに私のブログにが更新されてまして、もう写真載ってる写真なんですけどね。はい、続けますね、永田さん。はい、で次がですね、次が後藤選手ね、いいですね、雰囲気ありますね、アラムシャ、ハラムシャですよね。もう荒れてましたね、荒れてはないですか、なかなかいい胸筋してましてね。妹がですね、ちょっと体育系の仕事というか、スポーツジムに勤めてまして、大変筋肉とかに興味があるんですね。妹がですね、もう胸筋触らせてくれててね、この後藤選手のね、胸触っちゃってましたけどね、いいですよなんつってね、胸をねこうキュッてね、こうキュッて、ここでもねかなり盛り上がってるのにね、このね胸をキュッてやるとまたガーッて上がるんですね、胸がね、もう自動的に寄せてあげてなっちゃうっていうね、すごいですよねっていうのの胸筋を触らせてもらってました。はい、妹の話ですねこれは。で次、はいはいはい、
ファンキーですね。ファンキーもマスクのシャツ着てますけど。はい。まあ、いいですよね。そんなに体の厚みないんですね。なんかこうやったら逆に私の方が太ってんじゃねえかぐらいの。ね、ありますけど。はい、次いきます。はい、これ、棚橋選手ですね。ちょっともう素の状態の顔してますけど。棚橋選手はね、ちょっと大人気すぎてですね、ちょっと私、まあ、その時間もちょっと限られてたんで、ちょっと時間も なかったのと大人気すぎて、私は一緒に写真撮れなかったんですけども、まあ、これ、棚橋選手ですね。はい。で、次。あ、出ましたね、これ。いいですね。念願の。私、ライガーさんにマスク姿でお会いしてからもうかれこれ2年、3年ぐらいですか。いつでしょう、そうですよね。経つんですけども、やっとですね、写真撮れましたね。今までその、まあ、ここ、ユーストリームではまだお話ししてないんですけど、ワンダーフェスティバルというイベントがあるんですけども、ワンダーフェスティバル知ってますかね。漫画、同人誌漫画のイベントっていうとコミックマーケットコミケっていうのありますよね。ああ田口いいですよね。コミケありますよね。まあ模型にもですねそういう同人の会というかアマチュアディーラーの会がありまして、ワンダーフェスティバルというのがそれなんですけども、ライガーさんですね、まあ、その怪獣、ウルトラ怪獣とかゴジラの怪獣とかが大好きでして、それは好きが高じてですね、だんだんその自分でフィギュアとかを造形するようになったんですね。で、それで、ライガーさんもそれに出展してるんですね。ワンダーフェスティバルに。で、その回、もうライガーさんが出展してるとこに行くとライガーさん自身がいらっしゃるんですね。そのライガーさんというかまあリバプールの風になった人がいるんですけども、そこでですねそのまあワンダーフェスティバルというのがまあそういうちょっとオタクのねイベントなんでコスプレした人もいっぱいいるんで、私もこのライガーの格好で行くんですね。もう全然ライガーの格好してても全然平気なんですよね、そういう回なんで。でライガーの格好をしてで行くと向こうはリバプールの風になった人がいるんですよ。だから普段の逆ですよね。普通の状態ってのはほらみんなファンの人が素顔で、ライガーさんがマスクでっていうねなんですけど、その逆になってるというね不思議な光景ですけども、はい、そういうことがあって何度かお会いしてるんですけども、要はつまりそういうリバプールの風になった人の状態なんでちょっと写真は勘弁ということでね、今までお会いしても写真は撮れなかったんですよ。なんでね、あとまあ新日本での会場でサインもらったりしたこともあるんですけど、なかなかねあのサイン会の時って写真撮れなかったりするんですよね。サインだけで写真はダメみたいな。まあまあなん、まあ、とにかく写真を撮る機会がなかったんですよ今までね。なんでついに念願のダブルライガーですよね。ついに実現しましたということで、はい、この写真です。ね、いいですね。まあ、なんか今日、まあ、その、ライダー1号、2号みたいな、なんか同列じゃないですよね。なんか、まあ、兄弟かな、まあ、兄弟というか、親子というか、そうなんですよね。よく私もだからライガーさんに間違えられたり、似てるなんて言われてることあるんですけど、やっぱりこの肩のね、私だって決してその肩とかちっちゃいわけじゃないんですけど、やっぱり胸板から肩に関してはやっぱりほんとすごいですよ。やっぱライガーさんすごい顔がちっちゃく、まあ顔実際結構小さめなんですけども、やっぱりこの胸板がねでっかくてもキャプテン翼状態ですよね、この顔の小ささっていうのが。はい、まあ、まあ、なかなかもう結構お年だなっていう顔ですけど、はい、とうとう憧れのライガーさんにと写真が撮れましたというね、これはもう何年越しだろう、本当に。この私がね、重心やるようになって、まあ、ライガーさんね、好きでやってますからね、やっと写真が撮れました。さすがに私、こう、決め顔じゃないですよ、こうなんかもう素の顔になっちゃってますね。さっきまではちょっと、ね、こうなんかちょっと、なんか気取った顔してますけど、田口選手ね。もうなんか素の顔しちゃってますよね。うん。はい。
あ、あと、これシャツがライガーさんのシャツですよね。これはあの新日本で売ってるものではなくてですね、メキシコ製なんですね。メキシコ製のシャツです、これは。メキシコのいろんな輸入のマスクだとか、まあ、そういうのを売ってるデポマートさんっていう、写真カメラマンの大川さんという方がやってるお店が後楽園の近くにあるんですけども、そこで、売ってましたですね、輸入物のメキシコ輸入物のライガーさんのシャツですね。だからですね、面白いことにそのシャツのサイズ、普通ね英語で L とか M とかじゃないですか。これでもね、これはね G なんです。 XG、 私まあ LL なんで XG、 X っていうのはあの XL の X と X は一緒なんですけど、 G っていうのは何かっていうと、まあ、L っていうのはほらラージじゃないですか、ラージの L、 英語のね G はグランデなんですって。グランデ、つまりもう向こうの、向こうはなんだ、スパニッシュですかね、スパニッシュじゃないっけ、まあまあそのだからメキシコ語ですよね。グランデっていうサイズなんですよね、サイズも。だから私ね、そのシャツの選んでる時 G って書いてあるから、なんだこれと思って、その店員さんに聞いちゃったんですよ。 G ってなんすかって言って、あ、L のことですよ。あ、そうです。スタバもグランデってありますけど、あれはイタリア語ですかね。イタリアンコーヒー。でもアメリカンコーヒーなんですけどね、あそこは。トールとかね。トールは、トールも英語かな。グランデっていうのは、グランデ。あれはイタリーのグランデじゃないかな。まあまあそうですね、スタバのことをまあ思い出してくれれば分かると思う。 G というねサイズ、はい。で続けますね、はい。これまたすごい写真ですよね。足短いな、また。まあいいや。これですね、先ほど言ってたその抽選会で、これはメキシコでライガーさんが使っていたメキシコの人に作ってもらったライガーマントなんですね。ライガーマント、これが抽選会でなんとプレゼントされたと。まあ私が当たったわけじゃないんですけども、あ、いいなと思って、その当たった人にちょっと見せてもらおうと思って近づいてったらですね、あ、つけてみますかなんつって、でつけさせてもらったんですね、ライガーマント。マスク付け替えて撮影すればよかったですかね。まあライガーさんのサイン入りですね、おなじみライガーさんのサインですよ。見えますかね、ライガーさんのサイン。あのライガーさんいつもサイン、あと時間があれば似顔絵も入れてくれるんですね。重心サンダーライガーのサインとライガーさんの似顔絵ですね。いいですね。この人、その女性の方が当たったんですけど、マイさんっていうのかな、マイさんへと、重心サンダーライガー。そうなんですよね、この方石川から来たって言ったかな。まあね、そのままあの尾崎リングアナにはあのこのまま電車乗って帰ってくださいって言われてましたけどね。どうしたんですかね、つけて帰ったんですかね。まあ車かな、さすがに。はい、サイン入りのライガーマント、これ欲しかったですね。はい、こういうねライガーマント、ちょっと大きいですね、これね。私もほとんど首がなくなっちゃってますもんね、ライガーマント。いいな、これ。これで最後かな。はい。で、写真は以上ですよ。はい。ですね、イベントの時間はですね、どんぐらいとか、2時間ぐらいかな。2時間ないくらいかな。大体、まずこの試合が3時、3時が会場で4時から始まったんですよね。で4時で多分7時ぐらいには試合終わったんですよ、その全部ね。で多分選手とか準備とかなんだとかって7時半ぐらいにはね多分始まったと思うんですよね。で確かね10時前には終わったんでね、まあ、2時間くらいこんなことをやってましたよ。じゃんけんとかね。でね、いろいろさっきから、あ、このブログにはですね、いろんな写真、これ私のブログにありますんで、まあその辺の天才なんかはまあまあ、あ、まあとにかく言いません。
あんま知らない人がね勝手に、あれなんか壁がどんどん倒れてきたな、これな、知らない人がね、あんまりね天才されちゃってちょっとムカーってするんですけど、まあまあ私の知ってる人ぐらいだったらね、とやかく言いません、自由にね画像やってもらって結構ですね。はい、 Facebook にねどうぞ貼ってください。で T シャツはそうですね、これ CM ルールなんですね、まあメキシコのものだということで聞いております。まあ角なしマスクはねちょっと可愛らしいですよね。ですね、でまあ気になるのがそのライガーさんの髪の毛がどうなってるのかということですよね。その地毛はですね、もうあの自慢の挑発はもうないです。まあその辺の話はね多分誰選手が誰かつぶやいたりしてるんで知ってる方もいると思うんですけど、まあそうですね、新弟子のような状態だということで言ってますし、本人も言ってましたね。で私はさすがにその髪の毛の話は直接はできなかったんですけども、まあサインとかしてますよね、こうやってねサインとかしてるとこううつ伏せになるんですよ、もちろん。でライガーさんの角なしのマスクってここがチャックになってるんですね、紐じゃなくて、あっちの バージョンはチャックになっててですね、もうチャック全然閉めない状態でこう開いてるんですよ後ろ、だから結構うなじの部分とか丸見えになっててですね、ライガーさんそのまあそのパッと見の状態ではまあ武藤さんとか小鉄さんみたいな状態ではなかったですね。まあその黒いものはちゃんと見えてるというか、買ってある状態ですね、きっとね、短く買ってある状態だから、ああいう剃ってある状態ではなかったということで結論付けたいと思います。はい、まあさすがに全部撮った姿をね見てるわけではないんで、本当にどういう姿になっているかまだわかんないですけど、そのうなじとか後頭部を見た感じでは、まあ、剃ってはいないと、バリカンで買ったぐらいかなというねことです。そうですね、メキシコにいてちょっと得るものがあったんでしょうね、肉体改造というか。だからねライガーさんにお会いすると大体いつも怒られるんですよ、なんでお前はとか言って頭叩かれたりとかしてね、もう来んなとかって言われるんですけど、今回はですねなかなかなんていうんですかね、こう優しく接してもらったというんですかね、まず最初に、ね、会いに行った時に あどうもいつもワンフェスでどうもですみたいな感じで挨拶したらね、うるせえやいとか言ってね、ちょっと怒りの重心かなって感じでね思ったんですけど、その後まあライガーさんが留守の最中にワンフェスに行った話だとかして、また今度のワンフェスのね怪獣今度買おうかと思いますみたいな話でしたら、もう今その結構また大きなものを作ってるんで、まあちょっと時間かかりますけどみたいな話になって、なんか前なんかねもうワンフェス作んなみたいな風に言ってたんですけど、ちょっとねその怒りの重心がまあ頭とともにというですかね、まあ、ちょっと丸くなったかなっていう一面を見えましたね。うん、なんか、うん、その怒られなかったですね。そうなんですよね。ああ、やっぱり髪の毛ないというのはちょっとあれなんですかね。まあまあ、きっとね可愛いと思いますよ。でだから楽しみなのはですね、次のワンフェスですね。ライガーさん自身が参加できるかまではまだ分かんないんですけども、多分2月だったっけな、ワンダーフェスティバル2011の冬というやつが、幕張メッセで、開催されます。ライガーさんはですね試合とか自分のなんか仕事が被ってない限りは大体来てくれるんですよね。ですんでそこに行けばもうそのニューバージョンのリバプールの風が見られるんじゃないかっていうことでね、ニューバージョンちょっと楽しみというか、見ちゃっていいのかなって気もありつつ、でもまあ真壁さん的に言うとねそれが現実なんでね、まあちょっと、逆にね気づかなくて通り過ぎちゃうかもしれないしね、ちょっと次のワンフェス注目ですね。そのライガーさんが今大掛かり作ってる、また大きなの作ってますからっていう怪獣もちょっと楽しみですしね。何を作ってるかまでは教えてくれなかったですね。
で、あとで本当はそのマスクの髪の毛、その付け毛のファーの話もね、何色ぐらいあるかって話したかったんですけど、ちょっとワンフェスの話に、夢中になっちゃって、その他の話はちょっとできませんでしたんで、ライガーさんとの会話はまあそんぐらいだったというねことです。まあ確かにね、まあ帽子でもかぶってりゃいいんですけどね、さすがにちょっとそのままでも。あ、明日、そうですね、明日は松本大会ですね、松本の方何人かご覧になってますよね。今日が、今日もうさすがに試合終わってますね、この時間なので。今日が高崎大会でしたね。高崎大会行った人いますかね、いませんかね。高崎大会行った人いねえか。高崎ではどうだったんですかね。高崎の情報何かありますか。もうまだ出てないかな。ツイッターとかで誰かねつぶやいてくれてればちょっと調べてみましょうか。高崎ではどうだったのかな。これかな。ライガー選手、今日は黒髪だそうですよ。へえ。もう毎日ライガーさんの髪の毛は何色かっていうのが関心事になるっていうのはどうかなっていう感じなんですけど、今日は黒だったそうです。ちょっとこれ見てる写真ではちっちゃくてよくわかんないんですけど、まあ確かに黒ですね。これは困りますね、これね。だから要はできるならやっぱり私もほら同じ色にしたいじゃないですか、そのライガーさんとお揃いがいいというか。だから結構この白で魚沼に行くのも勝負だったんですよ。だから後楽園で私が黒で行ったら向こうが白で来てね、で次の日はザマが赤で来て、でも私もう白しか用意してなかったんですよ、その髪の毛をね。白と黒か、いつものレギュラーの黒とこの新色では白、赤はちょっと用意する時間がなかったので、だからここで小出で赤出されたらちょっとまずいなと思いながら白で勝負かけたら見事白で来てくれたっていうね、通じたんですかね、私の思いがね。お、高崎行きましたか、友人が行きましたね。黒だったそうで、でここでまた黒も出してくるってどうなんですかね。もう毎日私は後楽園行くたびにちょっとドキドキしながら今日何色かななんつってライガーさんの状態見て色変えなきゃなんですかね。もう逆に何色でもライガーだっていう認識がね広まればなんか何色でもいいんですけど、これ困りましたね。この重心さんとしてはその日の色をどうするかっていうのはちょっと悩むなあ。まあ例えばそのゲームショーとかね、ワンフェスなんかだったら別にもうほら全国的なイメージで別に黒でいいんですけど、やっぱプロレスの会場だとやっぱりほらライガーさんを見てる人がいっぱいいるから、やっぱりね色決めていきたいんですけど、困るな。事前にね色教えてくれるわけでもないし、メアドを知らないしね、メール来るわけでもないし。黒か。じゃあ明日これ何色かね、多分ここを見てる人の中では2人ぐらい多分行かれる方、サントさんも行くんですかね、明日行きますか。もちろん行くんですかね。はい、ライガーさんは行く予定ですけど、
間に合うか微妙ですかね。そうなんですよね、今回はヘビー級のリーグ戦なんで、やっぱりジュニアの試合はちょっと組まれるのが早いんですよね。まあまあ、そうでなくてもジュニアは軽視されてるんでね、新日本では。だ新日本っていうのはだからね、ジュニアのことをあんだけジュニアで頑張ってる選手いっぱいいるのに、このジュニアにね機会を与えないというか、ジュニアの大会でないとジュニアに、光を当てないというね、何考えてるんですかね。いやその点ね、ほらノアだとかなんだとかっていうのは、ほらもう無差別級の戦いですもんね、あそこは。かつてはね、マルフジだってね、JC のヘビーを取ったりとかね。まあ新日本っていうのはもうジュニアはジュニアっていう風にね、分けちゃうんですよね。はい。まあそんなとこですかね。あとですね、まあいろんな、先ほど、お送りした写真ですとか、そのガオが登場したツイッターですね、それもさっき URL 貼りました、ブログも一応貼っときますかね。ブログですね、アメーバーの方でやらせていただいております。重心さんのブログということで、まあ私個人のことはそんなに書いてないです、重心さんだとか、重心さんでこういう観戦に行ったりだとか、あとプロレスのことなんかを書いております。ブログがあります。ここにさっきのね、そのいろんな選手と写ってる写真とかも一応上げてありますんで、また見たい方がいたらこちらからご覧ください。はい。であとですね、この後の予定ですけども、どうしましょうかね。ですね、まずいろんなお伝えしていることがまあいくつかありまして、この基本的にログを残さない方向でやってたんですけども、一応今回録画してまして、オープニングより後ですね、あのオープニングの映像が流れ、オープニング映像をね、ちょっと残すのあれどうかなと思うんで、オープニングより後ですね、から、じゃあこのエンディングでさよならっていうエンディングの映像の前までを一応残して、一応ね、これ時事ネタを喋ってるんで、なんかあんまりね、長い間残してもしょうがないかなっていう気がするんで、まあしばらく、その次の回、2回後ぐらいまで配信するまで、ちょっと一時的にログは残そうかなということで考えてます。それでいいですかね。もっとずっと、まあ一応、その消去しないで、一応、保存、自分の手元には保存していこうと思うんですけども、一応公開するのは、まあ、2週間ぐらいというか、その、放送、次の回が配信されるぐらいまでということで、まあまあ、明確な期限は設けないんですけども、感じでやっていこうかと思います。ジュニア軽視の同意ですかね。同意いただいてるの。あ、そうなんですよね、新日本っていうのは。どうしてもヘビー級だってね、あの WWE ですらね、そのミステリオ選手とかが世界ヘビー取ったりとかね、そのクルーザー級、逆にそのクルーザー級のベルトがなくなっちゃうぐらいね、その軽量級の選手がヘビーというか、その普通のベルトにね絡んでって、だから日本でやってた、日本でに来ちゃったらジュニアと言われる選手、かつてのエディー・ゲローだとか、ワールドペガサス、ベノアさんですとかね、なんか向こう行ったらもう関係ないですもんね、ヘビーとかジュニアとか関係なくて世界ヘビー取ってますからね。それなのに新日本に来るとジュニアっていう扱いになっちゃって、前座試合に持ってかれるというね、前座というかその休憩前ぐらいの試合にね、なんですよね。だってクリスチャンだっけ、クリスチャンが TNA 所属の時に、あの東京ドームのね参戦した時だって、だって元 WWE のスーパースターのに第一試合に組まれてましたからね。あんなないですよね。だからね、なんかもっといい使い方をすればいいのにな。だってヘビー級のね、ストーリーをずっと作るんだってね、大変でしょうし。ああはあ、ライガーさんと戦ってほしいとだった選手。正直言うと、そのライガーさんと戦ってほしい選手っていうのはもう
そんなにいないんですよね。だから新日本で例えばその他団体の選手が上がってきてライガーさんが迎え撃つっていうシチュエーションは正直まあお腹いっぱいというか、その新日本ライガーさんに対する新日本の扱いがそんなにね良くないんで、あんまり期待するところがないんですよ。この前の博多のね CMLL のミドル級の試合だって結構手前でしたよね。だから私としては見たいシチュエーションっていうのはやっぱりそのライガーさんに他団体に参戦してもらって、去年のノアとか良かったですね。あのノアの JCB とか後楽園とか私見に行きましたけど、ジュニアリーグ戦ですか、あのね決勝金丸と戦ったりとか、ああいう他団体に乗り込んでいくライガーさんを見たいですね。逆にこの私がこの格好で他団体に乗り込んでいくっていうシチュエーションもちょっと気に入ってるんで、去年は結構ありましたよね。大日本に出て関本とやったりとか、あとユニオンに出て大岡選手ね、ありましたし、ユニオン初の後楽園からはでノアも出たり、宇宙大戦争もありましたね。サスケと組んでの宇宙大戦争、佐藤兄弟と、あだから宇宙大戦争また出てほしいですね。今年もっていうか、外国人とかね、マスクマンとか。だからもう大体その夢のカード的なものっていうのは一応実現しちゃってるんですよね。いろんなそのノアの選手だとか、その他団体の選手、あとは若手の選手もベストオブスーパージュニアで正直そのイブしたいライガーとかいろいろ実現してますけど、正直そこまで魅力がないんですよ、ベストオブスーパージュニアだと。例えばベストオブスーパージュニアの決勝でそれが実現すればまた違うシチュエーションなんでしょうけど、ああいうリーグ戦ってね、まあノアとかはだいぶ昔は出し渋ってましたけど、いろんなものがね実現しすぎちゃってちょっとワクワク感が足りないというか、やってる本人たちもちょっと消化試合的なね、消化試合ではないんでしょうけど、そのなんかリーグ戦を消化していく過程っていうかね。だからやっぱり一番は他団体、だから一番近い今の希望で言うと、やっぱそうですね、そのメンタロ選手とやること自体のそのカード的な魅力っていうよりも、やっぱりスマッシュに出てほしいっていうのはやっぱあるんですよね。スマッシュにこの私がこの格好していきたいっていうのもあるんですけども、だからぜひあの侍さんの後ではやっぱライガーさんに出てきてもらって、 JCB ホール、11月の22日 JCB ホールのねスマッシュ10ですね、メンタル対重心サンダーライガー、これぜひお願いしたいんですけども、30日ですね、だからスマッシュ9、これをですね見に、私も、一応見に行くことになってるんですけども、それでねどういう発表があるか、ちょっとこれはもうすごい楽しみにしてます。ちょっとこれ倒れすぎだな。ちょっと壁直しましたけど、そうですね、今年は宇宙大戦争はロックの大戦争とかね言ってるんで、ライガーさんっぽい試合じゃないんですけどね。そうなんですよね、メンタル対重心サンダーライガー見たいですね。今一番近い夢はそれですかね、夢というか見たいからの。だからこの前の後楽園大会、あの棚橋田尻の、でタッグリーグエントリーしてね、田尻さんもね参戦してたんで、もちろんスマッシュ勢も、売店にいらしてましたね。児玉選手と、あと串田選手がいましたね。でまあ前からなんとなくスマッシュの人たちとはちょっと、重心さんとで絡みがありまして、まあ一応挨拶しましたら、JCB どうですかってことでね、クッシーに誘われまして、いや JCB 行きますと、で30日も行きますって言って、ああそうですかっつって、30日もその格好していくんですかっていうね、クッシーに聞かれまして、いやさすがにあのスマッシュでこれはやらないですけどねって話したんですけどね、いや侍さんが出るんで全然違和感ないですよなんつってね言われましたけども、いや侍さん出るって言ってもなかなかね、そこでねじゃあ JCB はライガーっていう風に発表がねデーンというのがあるんだったら、まあ被っててもいいんでしょうけど、まあ決まり
ね、決まりかどうかっていうね、確信がなかなかちょっとないんでね、まあ、屈指がいいって言ったからやっていいかと思うのもないんでね。だからいろんな人の中で私がこういう格好しててハテナが出なきゃ別にやってもいいんですけどね。なんでこのスマッシュのにこの人ライガーの格好してんだろうって思われたら嫌なんですよ。例えばそれがね、ほら代々木ロック様みたいな、もうああいうもうカリスマ的な有名人だとしたら、ほらどこに行ってもあの格好して、あ代々木ロックが来てるんだなっていうことで認識されるじゃないですか。でも私ってのはまだそこまでの認識がまあ多分なくてですね、例えば普通に行ったら、あライガーのマスクをしてる人がいるんだぐらいの認識しかないんだろうってね。そうそう、櫛田さんからそう言われた侍さんが出てるんで、ぜひマスクで来てくださいということを言われたんですけどね。はい、それが22日金曜日の後楽園、新日本の後楽園大会の話です。クシいましたよね、あれクシですよ、間違えるわけがないですよ。キスのコスプレ、うん、ああ、キスのコスプレっていうか、あれはあのグレートムタ戦のあれですよね、あの強心ライガーっていうか鬼神ライガーですかね、あれの復活、まああれでもキスみたいなやつでしたね。あれはバッドボーイ非道との試合でしたかね、 CTU 工業ですよね。あれすごい試合でしたね、ライガーさんの髪の毛をハサミで切るなんていうね、とんでもない試合ですよね。あれなかなかああいうネタをねやっていいのかっていう、ちょっと見てる側がちょっとドキドキしちゃった試合ですけどね。あ、代々木ロックさんいたんですか。え、スマッシュにこれで来てほしいですかね。いや、まださっき見せた角なしの方だったら、まあ多少行く勇気はあるんですけども、こっちのフルバージョンはね、なかなかね、ちょっと新日本でもちょっと私ドキドキしてますからね、これね。代々木ロック様の、まあ話がありますけど、代々木ロック様ですね、今度ですね、私も行きますけども11月10日、上実況さんがやってます。上実況というのは、村田春夫さんと鈴木健さん、DDT の、実況解説コンビですね、がやっている、ウェブラジオ、DXR の公開収録2というのが、11月10日にあります。その際ですね、2部制に分かれてまして、第1部が、矢郷さん、矢後義明さんを招いてのトークと、ゲストを招いてのトーク、第2部が、プロレス最強プロレスファン列伝というコーナーが、まあ、そのラジオの中にあるんですけども、まあ、私がメール送ってるのも、まあ、そのコーナーなんですが、そのプロレスファンとしての、そういう、まあ、いろんなエピソードを送るコーナーなんですけどね、そのプロレスファン列伝のコーナーにの生ゲストとして代々木ロック様がいらっしゃるんですね。だから正直この、プロレスファン列伝のコーナーに別に代々木ロック様が投稿してるわけじゃないんですけど、まあ、すごいファンの代表として代々木ロック様がとうとう新宿ロフトプラスワンに帰ってくると、ファイナリーですね、ファイナリー。あ、なんかスマッシュファンがいっぱいあれですけど、ちょっと代々木ロック様の話しますね。上実況の新宿に、ロック様がいらっしゃるということで、でそのチケットをですね、先日の後楽園、17日の開演隊の後楽園ホールで鈴木健さんをちょっと捕まえてですね、あ、健さん健さんっつって、あ、どうも臨済ですって言って、あ、どうもなんつって、ちょっとチケット2枚くださいっつって、ね、ロック様来るみたいですけどってね、つって、あ、ぜひね、臨済さんもね、マスクでいらしていただいてつってね、ビジュアル対決つって、鈴木健さんの許可が出ましたんで、私も、まあ、以前ね、行ったその鈴木健村田春夫のトークライブの方は、まあ、ライガーの格好するのちょっと違うかなってのあったんですけど、今回はそのウェブラジオの公開録音ということで、私もね、あのウェブラジオのメール職人の一人ですからね、その新宿ロフトプラスワンには、ちょっと飲食する場所なんで、角なしの方ですけど、
重心さん出動ということで、鈴木健さんの許可も得ましたんで、これはやります。はい、11月10日ですね。チケットローソンで扱ってますんで、まだあるかどうかはちょっと分かんないんですが、よかったらいらしてください。私いますんで、まあこれじゃないですけど、先ほどね写真でお見せした格好してますんで、まあ、分かるかと思います。声かけてくれれば。まあ DXR ね、お聞きになってる方はまあ私のことそれなりに知ってると思うんですけど、それが11月10日ですね。なんと11月それ10日ですかね、大変でして、11月9日からですね、新日本のジュニアリーグ戦が始まるんですね。スーパー J タッグリーグ、9日から13日のまでの5連戦、ディファ有明でやるんですが、なんでちょっと10日は私はそっちの DXR の公開収録に行くんで、ちょっと欠席ということで欠場します。それとですね、同じ10日にはですね、海援隊道場の新木場大会もあるんですけど、それもちょっとね、梶トマト選手の防衛戦とかいろいろあって気になるんですが、ちょっとすいません、それも欠席しますね。梶選手は今度安浦の選手とね、防衛戦かな、それも欠席なんですが、その10日は神実況で、9日はディファは行きます。今のところチケットはですね、9日と13日、初戦と最終日用意してあるんですけども、その間の10日は行けないんですが、11と12はちょっと予定が分かり次第、行こうかと思ってます。まあ多分行けると思うんですが、金曜はちょっともしかしたら行けないかな。なんで1日おきですね、9、10休んで11で、12休んで13、3戦ですかね、3戦、1日おきに3戦ちょっと行こうかなという予定で今考えております。はい、平日なんですよね、神実況はね。だから代々木ロック様、だから代々木ロック様はこの前の8月の WWE の両国大会で、まあお見かけ、お話まではしてないんですけど、お見かけして、その時私はですね、重心さんではなく究極さんという、まあちょっと変則キャラですね。究極さんというのは、まあウルティモドラゴン、ウルティモ究極ですよね、究極さんというマスクで私はちょっと感染してたんですけども、究極さんだったんで、この重心さんとしてやっぱりね、このプロレスコスプレ界のやっぱり先輩ですからね、彼はね、ちょっと絡みたいなっていうのがあって思ってたら、もうそのもうちょうど絡めるところにね来てくれたという、これは嬉しいというか、当日多分ね絡む写真を撮るぐらいの多分時間はあると思うんで、ちょっとロック様とねお話ししてね、その WW 日本公演のロック様と後楽園ホールの重心さんとかね、まあ、夢のコラボになるかというね、これもまたちょっと番組とは別の私個人的のね、見物でありますので、はい、来月がそんな感じですね。9から13が、まあ、新日本があるのと、神実況に行きますという、で今月中が、でスマッシュ、30日はスマッシュですね。あと今月はそれだけかな、残りは、まあ、重心さんではないですけど、まあ、スマッシュで、来月が1日のもしかしたらヤングプロレス、トリプル6のヤングプロレスとアイスリボンの合同興行にもしかしたら行くかもしれないです。で3日は先ほど、お話しした山本正幸先生ね、歌手ですね、ヤッペーマンの話出ましたね、山本正幸先生のライブに行くのがあって、それもまあ臨済ですけどね、でその、新日本があって、で来月、22日のスマッシュ10ですね、 JCB も行きますし、その23日の、また新日本ですね、新潟県の三条市である三条大会、これもちょっとね今行こうか迷ってるんですが、なぜ迷ってるかと言いますと、22日にそのスマッシュがありますよね。で24日に、先ほども岡崎大輔、弘樹選手、弘樹選手と安浦野選手の10周年デビュー10周年興行というのが新木場であるんですね、24日に。それもちょっと行こうかなと思ってるんで、23日の三条大会、新日本新潟県の大会で行きたいんですけど、行ってもちょっとバタバタしちゃうんで、ちょっとどうしようかなというのは考え中です。ただですね、その今回というか、新潟県の大会でチケットお世話になっている、プロモーターの方がいるんですけども、
やっぱその方が三条本当に仕切ってるのは三条なんですね。プロモートしてるの、プロモーターとして活動してるのが。なんで本当にその方の大会なんで、まあね、ちょっと行かないとなっていうのはあるんですけどね、恩義を感じてますんでね。はい、山本先生は、山本先生はですね、2年に1回ですね、正幸前線という全国ツアーをやってるんですね。小規模なライブハウスだとか、もう本当に役所の会議室みたいなところを借りて、本当にその先生を間近で見れる会が2年に1回行われてます。これが2002年からかな、ありまして、2年おきにやってまして、私その初回から毎回参加してますね。今回は、ね、横浜ですかね、私が行くのは。横浜、11月3日の横浜。本当は吉祥寺の 2days もあったんですけど、吉祥寺の 2days はゲストが小原典子さん、1日目が小原さんかな、2日目が、笠原博子さんという、小原さんは山本先生とは、タイムガンシリーズで一緒したドロンジョ様ですね。小原典子さんやっておしまいのね、ドロンジョ様。笠原博子さんはなんだっけな、まあ、山本先生と同じ事務所で、歌手ね、一緒に歌うなんか歌ったりしてますけど、マクロス2とか、そしてシビミラプソディはですね、逆転一発マンですね。その横浜と吉祥寺はですね、アニソン縛りという、ライブになってますので、その日はもうアニソンしか歌えませんよっていう回になってます。普段のライブだとアニソン以外のね、有名な曲いっぱいあるんで、そういうのも歌うんですけど、その横浜と吉祥寺は、あと他もあったかな、アニソン縛りというんで、前回のアニソン縛りで歌ったかな、まあ、とにかくね、もう曲がいっぱいあるんでね、そこまで手が、先生の手が回るかどうかわかんないですけど、確かライブでも私聞いたことあったような気がするな。あれいい歌ですよね、好きな歌ですよ。実はですね、まあ、臨済名義ですけども、私がシビリンラプソディを歌ってるという動画もあるんで、まあぜひどっかで探してみてください。ニコニコですかね、はい。予定、11月予定はまあそんな感じで、だから三条大会はまあちょっとまだ未定ですけども、まあ行きたいなという気持ちはあります。はい、そんなとこですかね。では次いつお送りしましょうかね。一応このシュープロペースとしてね、ベースとしてやってるんで、また水曜とか木曜とかぐらいには、今週中にはもう一回お送りしましょうかね。その先ほどね、私の写真でお送りした後楽園大会だとか新日本のね、もシュープロ乗ってくると思うんで、その辺なんかをもう一回振り返りながらやりましょうかね。ちょっと日にち決まりましたら、またツイッターの方でつぶやいていきたいと思います。アカウントは東臨在 TORINZAI、ですね。ツイッターもありますし、アメーバのブログの方では、アメーバの、はい、ニコニコでですね、シビビンラプソディを私が歌って私といってもその重心さんではないんですけども、まあ、こっそり、山本雅之の歌を歌ってみたという連作がありますんで、まあ探していただける、まあ、ちょっと恥ずかしいんであんまここに貼りませんが、あるんで、まあ、見つかるか分かりませんけどね。山本二世行きという歌い手がいますよね、ニコニコにね。山本雅之先生の偽物ということで山本二世行き、人ではないです。私は人がああいうことを始めて、自分も山本先生好きなんで、まあ、ちょっと歌ってみようかなっていうので始めてみたんですけども、まあまあ2番煎じ3番煎じなんで、まあまあ、再生数は振るってないんですが、まあ、一応そんなことも昔やってましたということで、はい、山本雅之先生大好きです、すいません。何でしたかね。あ、はいはい、アメーバの方では、まあ、USTREAM の告知とかはそんなにしてないんですけど、まあツイッターの方でやってますんで、あと日々の活動ですね、アメーバでやってますね、さっきリンク貼りました。ツイッターの方でも、いつこれやるよっていうのをまたつぶやいていこうかと思いますんで、お願いいたします。あと先ほども言いましたよ、ニコニコ動画、YouTube 動画ですね、
重心さんの動画、絶賛公開中でございます。絶賛ではないかな、公開中でございますんで、まあ、よろしかったらご覧ください。それとですね、まあ、先ほどちょろっと言いましたけど、臨済名義の、歌ってみた動画も、いくつかありますので、まあ探せる方は探してみてください。はい、そんなところでいいですかね。ではまた今週ですね、最後にそうですね、何か募りますかね。何かこれだけは言っときたいっていうのはあれば。あと髪の色ですね、これから赤はとりあえずじゃあ用意しましょう。あと何色が来るかね、ちょっと皆さんチェックして写真撮ってもらって、あとよかったらズラもうちに送ってもらって、まあそこまではいいですけど、はい、いいですかね。まあまた今週どっかで一日やりますんで、シュープロをね軽く読みましょう。はい、ではそんなところでお送りいたしました。はい、ではこれで終わりますね。ありがとうございました。